皆さん、こんにちは。最近は話題のアニメが増えるとともに、キャスト声優さんにも注目が集まっていますね。声優の中でも推しがいるなんて方も多いのではないでしょうか。今回はそんな声優さんたちの中から、可愛すぎる男性声優と題してご紹介します。最後までお楽しみください。まず一人目に紹介するのは榊原裕貴さんです。2023年に異世界ワンターンキル姉さん、姉同伴の異世界生活始めましたと、デッドマウントデスプレイの両作品にて初主演を果たします。2024年第18回声優アワードでは新人声優賞を受賞するなど大注目の声優さんです。出演作品はアニメ幽谷のモリアーティやアルゴナビスフロムバンドリ、宇治川修役。はぁ、やっと着いたわ。1日目の人ら中止やなんてついてへんね。ゲームレディ上条歌役。何がウキウキサマーナイトだ。あんなくだらない曲を俺に歌わせて楽しいか。ゲームヒプノシスマイク相物重視役。また皆さんの前でパフォーマンスできることになったんす、などがあります。可愛らしい中性的なルックスも多くの話題を呼んでいるようですが、声も高く性質も中性的です。変声期はあったものの、実の父親曰く声変わり以前の声は音波だったと語られています。一体どれほど高い声だったのでしょうね。声優としての活躍もですが、歌うのも好きという自覚もあるようです。しかし榊原さんのご実家は岡山県のかなりの山奥にあったらしく、学生時代にはカラオケにも行けないほどだったんだそうです。そのため歌に目覚めたのはかなり最近になってからで、声優になって歌の仕事を始めてから歌が好きだと気がついたそうです。そんな榊原さんはその性質を生かした幅広い音域での歌唱を得意としています。かっこいいイケメンフェイスから出る中性的な声のギャップにハマってしまうファンが続出しているそうです。落ち着きのある可愛らしい声はとても聞きやすいと評判です。榊原さんはよく挨拶をする際に敬礼をしながら榊原裕貴ですと自己紹介をすることがありますが、その可愛さはまさに悶絶級だとファンの間で話題になりました。地声は可愛らしい声なのに低音になった時のギャップがやはり何よりの萌えポイントのようです。ヒプノシスマイクでは演出上でラップをするシーンがありますが、榊原さんのラップのパフォーマンスは経験者と思うほどには上手で、これまたギャップがかっこいいと話題になったようです。まだまだ出演作は少ないですが、今後の活躍がより一層楽しみですね。続いて2人目にご紹介するのは高坂智也さんです。高坂さんは東京声優国際アカデミーを卒業されています。2014年に声優デビューを果たしています。そんな高坂さんの声優を志すきっかけとなったのは高校時代の友人の一言だったそうです。友人がその特徴的な声を褒め、声優になれるのではと勧められたことがあったそうです。そんな高坂さんの出演作品としては「アイカツ」や「アンサンブルスターズ」「詩の始め役」お祝いしてくれてありがとうございます、デリシャスパーティープリキュアなどが挙げられます。その他にもウェブアニメやゲーム、吹き替え、テレビなど、その活躍の幅はとても広いです。キャラクターソングも多く担当しており、歌手活動もされています。高坂さんはファンからフェアリーと呼ばれることがたびたびあります。高坂さんは女性のような高くて可愛らしい声が特徴的なキャラで、可愛らしいキャラをうまく演じられることからフェアリーといった愛称で親しまれています。また演じる声のみならず、日常の高坂さんの仕草なども可愛らしく妖精のようだということから、フェアリーキャラが馴染んでいるようです。そんなフェアリーキャラで人気の高坂さんですが、その地声をご本人はコンプレックスだと感じていたようです。幼少期から高坂さんの声は可愛らしく女性的な口調だったそうです。そんな特徴的な声を生かしたいと声優の養成所に入ったものの、養成所からは使い物にならないと言われたこともあったそうです。しかしそんな時に現在の事務所が高坂さんの声と演技を
高く評価されたことから自信を取り戻し、今ではその特徴的な声を活かしたフェアリーキャラが確立されました。そんな香坂さんですが、先ほども挙げたように声だけでなく動作も可愛いと噂になっています。ぴょんぴょんジャンプしたり、女性のような可愛らしい仕草に癒されるといったファンも多いんだそうです。まさにフェアリーそのものですね。初めの頃は癖が強いと思われることも多いようですが、見ているうちにどんどんハマってしまうというファンも多く、これからもそんなフェアリーの沼にハマってしまうファンが続出しそうですね。今後の活躍がますます楽しみです。さて、続いて3人目にご紹介するのは徳留慎之介さんです。徳留さんは日本ナレーション演技研究所を卒業されています。出演作は東京グール、RE、伊兵衛塩役、ドラえもん、お化け役、黒執事、寄宿学校編、ジョアン・ハーコート役。2年のハーコートです。そんなことないです。僕は読書くらいしかすることがないですから。では声優を務めています。その他劇場アニメやウェブアニメ、ゲーム、ラジオ、デジタルコミックなど幅広く活躍されています。そんな徳留さんですが、昔はその特徴的な声から学校に行きたくない時期もあったそうです。しかしそんな時に松岡義継さんの演じるアニメキャラの声真似をして、友達とコミュニケーションを取ることで自身の声に関する悩みは解消され、救われたという経験から声優になりたいと思うようになったんだそうです。現在では自分がそうだったように、いつかは自分の演じる役で誰かを救いたいと語っています。とても素敵な人柄がうかがえますね。徳留さんは女の子のような声を持つキャラクターを演じることも多く、その中性的な声から可愛らしいと言われることも多々あります。本当に声だけを聞くと女性声優さんが演じているのではとしか思えない可愛い声をお持ちの徳留さん。しかし性格も可愛らしい部分があるようです。徳留さんは一人っ子で、小さい頃からたくさん甘やかされて育ってきたとご自身で語られています。それゆえ周りの人たちにも甘えて頼ることが多いようです。だいたい周りの人はお兄さん的存在になっているとも語っており、同期にも面倒を見てもらっているくらいなんだとか。そんな内面も可愛らしい一面を持つ弟タイプのようです。周りからも大変可愛がられているようで、その人柄も可愛いと言われるゆえんのようですね。続いて4人目にご紹介するのは蒼井翔太さんです。出演作品としては歌のプリンス様、三風愛役。君と過ごした日々の思い出は宝物だよ。また一年僕と一緒にたくさん思い出を作ってほしい。進撃のバハムート、ミカエル役。新しい上司はド天然、くまってちゃん役。こんにちは、こんばんは。青山課長の心の支え、くまってちゃんなど数多くのキャラクターを務めています。そんな蒼井さんは2004年に地元福井テレビ主催の夏祭りで行われたカラオケ大会に出場すると見事合格。その後ヤマハの音楽祭に出場し、県大会、地方大会と進出し、ついに全国大会にまで上り詰めます。このステージが人生初の表舞台となったわけですが、これをきっかけに歌手を目指すようになったそうです。この大会後、芸能事務所アワーソングスから電話を受け、歌手活動を開始しました。2010年にはフリーとして独立し、龍が木昇ると改名し、アニソン歌手、声優を目指して活動を開始します。同年10月より知人の紹介により株式会社 S に所属し、蒼井翔太として活動を再開しました。そんな蒼井さんですが、ふくよかなハイトーンボイスをしており、ご自身の声については、技術的に言えばハイハイ A のキーまで出したり、声楽的な歌い方にも挑戦しているが、大切にしたいのは女神のような包容力のある歌い方をすることなんだそうです。その特徴的な声からアニソンに挑戦してみないかと歌のレッスンに誘われることも多々あるようで、しかし本人はかつて声にコンプレックスを持っており、自分の声で誰かを楽しませることができる自信などなかったと語っています。現在では男性キャラはもちろん、女性役としても多くのキャラを務めています。それも
葵さんの演じる女性キャラはセクシーなキャラも多く、セクシーなキャラを演じる葵さんの演技にも定評があります。歌手活動についても舞台スマイルマーメイドでは主演の人魚姫を務め、その歌声はまさにミュージカル女優のようだと大きな話題を呼びました。容姿も美しく、本当に女性にしか見えないとの声が多数上がるほどでした。そんな葵さんですが、特にすっぴんが綺麗すぎると話題で、整った顔立ちも相まってむしろ女の子よりも可愛いという声があるようです。美容が趣味だそうで、その容姿にも納得ですね。女装姿の葵さんの写真には可愛すぎるとの声が多く上がりました。葵さんは性別を超えた美しさがあると SNS でも話題です。葵さんの女性の素晴らしさ、女性キャラを演じる際の違和感の少なさから、ますます女性キャラのオファーが増えている葵さん。一つの作品の中で女性キャラクターと男性キャラクターのどちらも演じられたりと、その聖域は本当に幅広いです。今後も女性キャラはもちろん、男性キャラも歌手活動も幅広い活躍に期待ですね。最後に紹介する5人目は村瀬歩夢さんです。村瀬さんは2011年に声優デビュー。これまでに配給日向翔陽役、目の前に立ちはだかる高い高い壁、その向こうはどんな眺めだろうか、広がるスカイ、プリキュア、ゆうなぎ翼役、いくらなんでも無茶しすぎですよ、アンサンブルスターズ、姫宮通り役、教室で暴れた家畜どもってお前らのことだよね、原神、メンティ役などの、おや、一日中世話しない不自由な労働者が銀融詩人の楽しみを邪魔する機会、有名なキャラクターを多く務めています。周囲からよく声が変わっているねや、いい声だねと言われることが多かったことから、日本ナレーション演技研究所に通い始めました。そんな中で芝居の楽しさにも気づき、声優の道に進むことを決意したんだそうです。2016年には第10回声優アワードで新人男優賞を受賞しています。そんな実力も兼ね備えた村瀬さんですが、あまりにも女性のような声に女性全開状態の村瀬さんは、ご自身のお名前を漢字の読みをもじって村瀬歩夢と女性風の名前で呼ばれるというのは有名な話です。このような女性モードの際に偽名がつけられてしまうほどに、その声の認知度と評判は圧倒的です。童顔のせいか年齢不詳とも言われ、年齢不詳、性別不詳声優とのあだ名もあるんだとか。現在は男性役として低音もこなし、女性役としても活躍している村瀬さんですが、中学2年生で声変わりをするまでは声優の金田智子さんの声に似ていたんだそうです。相当高い声だったことがうかがえますね。男性声優が演じる少年声というよりも、女性声優が演じる少年声といった方がしっくりくるといったような声立ちで、落ち着いた声でのナレーションでは女性だと勘違いされることも多々あるほどです。お顔立ちも可愛らしく、中性的なルックスを持ち合わせているため、女子でも負ける可愛さと言われることもあるんだとか。とある男性同業者の方からは、可愛らしい声がしたから振り向いたら村瀬さんだったということは日常茶飯事なんだそうです。そんな村瀬さんは運動が大の苦手らしく、某アニメでシャドーボクシングを行う際にあまりの下手くそさから NG を連発しまくったという面白いエピソードも。しかしそこがむしろいい、むしろ可愛いので問題ないとのファンからの声が上がったそうです。そんな村瀬さんの可愛さはファンだけでなく同業者の声優たちも魅了しています。米内祐希さんは村瀬さんに対して、村瀬さんは僕の天使でした、僕が守ってあげるよなど、まるで女の子扱いするような発言が多々ありました。また伊藤健人さんは中島芳樹さんとのラジオの中で、村瀬さんの声は平常心で聞いていられないという意味深発言をしてしまうほどでした。村瀬さんご自身も女性でのコミュニケーションを楽しんでいるようで、ラジオ番組やイベントなどでその様子を多く見ることができます。声優さん同士でのイチャイチャする様子をファンも喜んでいるようです。そんな村瀬さんですが、本人もご自身の可愛さを自覚している様子です。今後もたくさん声優同士での絡みを見られることに期待できそうですね。
さて、今回は可愛すぎる男性声優と題して5名の声優さんをご紹介しました。他にも可愛いと噂の声優さんがいたらコメント欄で教えてくださいね。今後も声優に関する情報を発信していきます。今回の動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。